このオーケストラ、ジュニアオーケストラはですね、本当に恵まれた環境で、プロの先生方とも、プロの先生方、そして、素敵な仲間たち、に囲まれていて、オーケストラの中でも結構小編成な方ではあると思うんですけど、だからこそ、とても一人一人との、距離が近いですので、そういうこともあって、とても魅力的なオーケストラだと思います。またさっきも言いましたように、アンサンブル、においても、とても力を入れているオーケストラだと思うので、音楽好きの方、音楽好きじゃない方も、入っていただければ、とても貴重な経験になると思いますので、ぜひ、入団、もしくは、経験あ経、あれですね、見学など、足を運びいただければと思います。よろしくお願いします。先輩たちも優しくて、先生も面白くて、心から音楽を楽しいと思えるので、ぜひ MJO に入ってください。きっかけとかいろいろあると思うんですけど、気になったら一回話を聞きに来てみたり、入団したいんですけどってことを言ってくれれば、すごい丁寧に対応してくれるし、入団してからも団員も温かく迎えたり、言ってくれたり、丁寧な指導も待っているので、ぜひ入団を考えている方は一度お話を聞きに来てはいかがでしょうか。私自身、入団する前はこのぐらいのレベルだけど大丈夫なのかなとか、今まではあんまりオーケストラで演奏したことないけど、いきなり入っても大丈夫なのかなとか、不安に思うことがたくさんありました。しかし実際に入ってみると、そのフルートの先生からすごく細かくアドバイスをいただいたり、フルートだけでなくオーケストラの他の先生からも、こういう部分はこうした方がいいんだよとか優しく指摘していただいたり、また仲間もすごく温かく受け入れてくださいました。MJO はいきなりオーケストラに入ることが不安だとかいう子でも、すごく温かくウェルカムな雰囲気が作られているので、ぜひ怖がらずにどんどん挑戦してみてください。本当にオーケストラで活動できると、音楽がもっともっと楽しくなると思うので、ぜひ皆さんもオーケストラ頑張りましょう。